徳島県立長高等学校は徳島県長雲長町に所在する公立の高等学校。かつては、紀藤文校と平屋文校を有していた。初代校長である伊沢光造先生は若い力を結集し新しい歴史を創造しみんなで躍進していこうという決意の表れとして7つの力を結んだ交渉が生まれた。当時交渉の図案を広く一般から募集したが、 ほとんど、糸林業地帯にちなんだこの葉をあしらったものが多かった。しかし、その中にただ一つだけ、水を表現したものがありそれが、現在の交渉となった。作者は当時中川地域の教育をリードしていた、愛い町出身の滝本健政先生である。滝本健政は、木も水も、人間生活の源であるが、特に学校横を流れこの地方に、 多くの恩恵を与えている中川を象徴として取り入れた。中川の中をとって力という字を七つの間に組み、それを若い人々に必要な七つの力に文じりました。ここでの七つの力とは、誠、愛、務む、剣、行の五つと自然の力を大きく表す水と緑を含めた力の間である。その後、 長高校は昭和47年に20周年を迎え、農林化より普通化に転化し、昭和31年制定になる効果にも、出日の風、光を放ち、自主の精神、脈打つところ、七つの力、勘なす、交渉をかざせば、心は、神武、美代、長高校学等着手とその交渉の精神が、歌い込まれ、若あゆのような和コードたちが、勉学にスポーツに、 日々の努力を重ね、その素晴らしい幸風と伝統を一層、向上を発展させている。誠実、見学、協調誠実、他人や仕事に対して、真面目で真心がこもっていること。見学、学問をますます深めること。協調、性格や意見の異なった者同士が互いに譲り合って、調和を図ること。力を合わせてことをなすこと。 平屋文庫画像イコール http コロンスラッシュスラッシュ www2.odn.ne.jp スラッシュ bn06850 徳島駅から車で1時間徒歩で8時間ありがとうございます